今一番やはり日本の中で人と人との絆っていうのが大事にされていると思いましたし、そして先ほど あの写真にもありましたが、バンチュク国王の被災地を訪れた時のスピーチもすごく素敵 で、ブータン王国と日本とつないでるのは絆というものかもしれないですよっていうお話をしましたね。あ、そうですか、はい、本当だ、なんか一生懸命ね聞いてくれてますね、はい、中には生徒の男の子ですごくまだ小さい子なんですけど、はい、手に絆って書いて、書いてくる、へえ、はい、覚えてくれようとしてましたね。ミス萌え押し切りって感じ嬉しいです ね、 ね、本当にちょっと絆という言葉がこう広まるといいですね、ブータンでも ね、 ね、入ったらその時嬉しいなと思います ね、 ね、電車に乗られてる方とその後ろにかなりなちょっと何台かの SP の車が走っていたのを発見しましてですね、はい、なんだろうと思って見たら国王だったんですね。国王が、はい、この後に選挙選挙って言って、はい、また会いましょうと言って失礼した後にですね、トレーニングウェアに着替えて国中、そうです、ティンプーの街中を自転車で走ってトレーニングしていたんですね。そうなんですか。それがすごくギャップがあって、はいはい、もう偉大な国王なんですけど、街の中で自転車を走っての街の状況とかを見ながら自分の体も鍛えるっていうその姿にすごく感激しました。じゃあ本当に国民と、あ、ここみたいな感じで会える可能性はあるってことですね。そんな感じです。もし知らなかったら、はい、車とかに乗っていたら通り過ぎていたかもしれません。そうですか、はい、あ、自転車でトレーニングしてる人いるなぐらいだったかもしれないんですけど、それぐらい本当に国民の皆さんと一緒の生活をされている。素敵です ね、 ね、そうですか。今回ブータン王国に行かせていただいて、本当に人と人とのつながり、信頼の大切さとか、持続可能な技術の伝え方とか、文化のどう文化を守っていくかとか、そういったものを学びました。エネルギーに対してもすごく関心が高まりましたし、より一層どうやって向き合っていいのか考えるきっかけになりました。で、国際協力については、やっぱり何から始めていいのかわからない、どんなことができるのか、私なんかが何かやったところで世界は変わらないよって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、何か知ってみることってすごく大切で、知って学んでみる、それを自分の生活に反映してみるとか、そういったことだけでも一つ今日からやってくださると嬉しいです、ね、はい、ありがとうございました。本当にね、誰でもこう何かね、一歩ね踏み出せばいろんなことから始められると思いますし、本当に国際協力っていうのは決して一方的なものではなくて、本当にね、今回ブータンからもいっぱい私たち学ぶこともたくさんあって、お互いに本当信頼し合って尊重し合って、お互いにいい方向に向かうように頑張るというのがね、国際協力のような気がしますので、ぜひ皆さんも一歩踏み出してみていただきたいと思います。実はですね、このなんとかしなきゃプロジェクトなんですが、ぜひ皆さんホームページを見ていただくといろんな情報がありますので、そこからなんかこう自分なりに考えていただくといいのかなと思っております。皆さん本当に素晴らしいお話を今日はありがとうございました。盛大な拍手をお送りください。では皆さん、お拍手をお送りください。ありがとうございました。以上をもちまして、トークショーの方は終了とさせていただきます。こんにちは、ようこそお越しいただきました。どうぞステージの中央にお願いいたします。こんにちは、見えますか、奥の方まで見えますか。よろしくお願いします。こちらのりかです。よろしくお願いいたします。さあ、もう今年、去年から2年目ということで、今年もこのグローバルフェスタのステージにやってきたわけなんですが、そうですね、今日本当にいい天気で、少しね、その辺も日光直射で当たっている方もすごくいらっしゃると思いますが、大丈夫ですか、大丈夫ですか後ろの方も見えてますか
私今回ですね、いろいろこう言ってきたこともちょっと国際協力っていうとすごく難しい言葉になっちゃったり、はい、こう自分ができるのかなとかいろんなことをやっぱり考えがちなんですけど、このステージでは自分が経験したこととか旅とかで、感じたこと、そういうことを自分の言葉で話していきたいと思っています。のりかさんならではのこの発信する力をね、皆さんで感じていければと思っております。はい、今日は改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どん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 ね、コミュニケーション取るうちに子どもたちが笑顔をすごく見せてくれたんですね。で、真ん中のこのブルカ、女の子がかぶってるブルカをかぶってる、はい、このマルジアちゃんっていう女の子はずっと手を隠していたんです。で、ずっと手を隠してるから何してるのかなって思ったら、片手の方がね、チョコレート爆弾で指が少しなくなっちゃってる、だから女の子だから恥ずかしいから見せないのってずっと隠してたの。だけどコミュニケーションを取ってるうちにどん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 こう打ち解けてくれて、でマルジアの お家まで行ったりとかしてたんですけど、本当に自分たちはこういう飲み水を私たちは持って行ってるわけですよ。現地の水は絶対その子供たちの分があるわけだから、はい、本当にもう水が少ないから彼らから得るわけにはいかないので持っていってるんですけど、もうこの子たちとか本当に私たちとか私たちのスタッフ、見知らぬ外国人でも泣けなしのね、毎日何時間も歩いて井戸まで行って汲んできた水を分けてくれる。どうぞこれでチャイを作ってくれて、お紅茶飲んでくださいって言ってくれる。もういいからいいから私たち持ってきてるからって言ってるんだけど、もうお客様は本当に授かり物だから、神様からのプレゼントだからって言って、もう自分たちの食料を分けてくれようとするし、本当にね、気持ちっていうものをたくさんもらったんだけれども、でそんな中やっぱりこれアフガニスタンの最後のね、写真で子供たちとさよならするときに夕焼けで押した一枚で、これ色をきれいにしたり何もしてないの、本当にこんな鮮やかな衣装で、そして夕焼けに当たって霜焼けでこう赤く染まった、ね、彼らの頬がすごく印象的なんだけど、この時にすごく経験したことで覚えてることは、私アフガニスタンの渡航はだいたい1週間ぐらいだったんだけれども、はい、もう絶対どんな悲しいところを見ても絶対涙を子どもたちの前に流しちゃいけないっていうのを決めてたんですよ。だけどやっぱり最後の最後で子どもたちと別れる時に自然とこう涙が流れてきちゃって、また遊びに来てって、のりか帰んないでって、私たち今度のりかが来る時に絶対ひらがなじゃない、アフガニの文字を書けるようにしてるからって、私たち今お母さんやお父さんに学校に行っちゃいけないって言われてるけど、のりかのように仕事をバリバリ女の人でもできてるでしょ、だから私たちこういう風になりたいよって、だから学校行くからねって言って、いろんな人たちが作ってくれてる学校に行きたいって、これから親と話してみるとか言って、すごいいろんな約束をしてくれて、その時にダーッと泣いちゃったの。そしたら私を見上げて、カンダク・クラハフィスって言うんですよ、はい、で、なんて言ってんのって訳してもらったら、カンダクっていうのは笑顔でねって、笑顔でねって、でクラハフィスっていうのはさよなら、何か笑顔でさよならだよって、すごい励ましてもらって、だから私の最初のそのね、アフガニスタンの写真撮ってきた1500枚ぐらいシャッターをしてたんだけれども、それを一冊にまとめたカンダクっていうチャリティー写真集を、チャリティー写真集の名前を笑顔でねっていうカンダクっていう名にして、今作ったスマイルプリーズっていう世界子ども基金もカンダクって英語に直したら何だろうなって、ちょっとスマイルプリーズだとニュアンスがね、違うんだけど、そのみんなから言われた笑顔でねって私を見上げて言ってくれたあの言葉っていうのをずっとやっぱり胸に残ってるから、で今写真集、写真展とか各地で、はい、続けてますけど、学校をね作ったって言ってますけど、私一人の力で作ったんじゃなくて、こうやって話を聞きに来てくれたりとか、写真展をやってる時に入場料を払って見に来てくれてる人たち、その全部で、ね、作ってるわけで、なんかそこからアフガンには今まだ危険で、ね、彼らとの約束果たしてなくてまだ行けてないんだけど、本当にアフガンが少しでも平和になって、ちゃんと渡航許可が降りてね、行けるようになったら、必ずそのみんなの力で建った学校を見に行って、またリポートしたり子どもたちと会おうと思ってます。はい、はい、